つまりそんな未完了や不確定要素がある女性を追いかけたくなるし、マインドシェアを奪われてしまうということですね。はい、皆さんこんにちは、リュウキです。今日はこの動画を見るだけで好きな男性が 99% 追いかけてくる秘訣というお話をしていきたいと思います。女性としてみれば、意識や思考が違う男性の心理って理解しがたいものですよね。僕は多くのセッションを通して女性の悩みと対面してきました。その中でも女性が最も知りたいと考えているのが、男性が追いかけてくる女性の特徴です。恋愛や結婚において男性が追いかけてくる関係性の方がうまくいきますからね。女性ならば誰しも好きな彼に追いかけられたいと願うでしょう。そこで今回は好きな男性が 99% 追いかけてくる秘訣というお話をしていきたいと思います。で、まずこのようなご質問を LINE の方でいただいたのでご紹介させていただきますね。こんばんは。はい、こんばんは。昔から動画を拝見させていただいております。ありがとうございます。 LINE やメルマガも購読しております。ありがとうございます。初めて相談させていただきたく LINE を送らせていただきました。私は生まれてこの方は男性から追いかけられたことがありません。リュウキさんの過去の動画で追いかけられる女性の動画も拝見しましたが、実際になったことがないので、男性が追いかける女性ってどんな感じなんだろうとか、私もそんな素晴らしい女性になりたいと思っています。なので男性に主導権が取れる女性になるためにはどうしたらいいのか、ぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いいたします、というご相談です。ありがとうございます。なるほど、そうですね、まあ、これから追いかけられるようにしていくといいと思います。今日のお話を参考にしていただけたら大丈夫です。なので今からこの動画を見るだけで好きな男性が 99% 追いかけてくる秘訣というお話をしていきたいと思います。好きな男性が 99% 追いかけてくる秘訣4選です。まず一つ目です。一つ目は未完了あるいは不確定の状態を作り出すになります。これは未完了のものや不確定要素を作り出すということですね。自分の気持ちや関係性においてある程度の曖昧さを出して未完了で不確定要素を作るということです。全部が全部未完了や不確定にするのではなくて、全てをやりきれていないというか知りきれていないといった感じです。いわゆる確信部分をやりきれていないとか見えないという部分も作るんですね。すると男性はそこを攻略しようとしだすんです。そもそも男性は何かを攻略するのを楽しむという本能がありますから、そして攻略したくなるものを追いかけるんです。熱中して攻略しようとしてしまうわけです。つまり男性は未確定や未完了のものを攻略しようとするということです。さらに男性は完了していないことや見えないことを意識的にも無意識的にも脳内で考え続けてしまうんです。未完了不確定の状態だと気になってしまうわけです。もっと知りたくなってしまうし、早く完了したくなりますからね。空白を埋めたくなるのが男性の心理なんです。つまりそんな未完了や不確定要素がある女性を追いかけたくなるし、マインドシェアを奪われてしまうということですね。例えば好意を感じるけどはっきりと好きとは言ってこないとか、付き合っているような感じだけど付き合ってはいないとか、何かをはっきりさせようとしてもうまくはぐらかされるとか、距離を縮めようとしてもいつの間にか距離が空いてるとか、こういった状態は不確定あるいは未完了となって男性心理的に追い求めてしまうわけです。好きなのか違うのかどちらなのかわからないという時、その女性が最も魅力的に見えてしまうのが男性なんですね。狩りの本能が刺激されますからね。男性にある程度のその女性に対しての好意がある時が前提ですが、不確実性が作られた時男性は燃えるんです。付き合っていてもそうですね。僕のことをどう思っているんだろうという不安と安心や感情の振り幅を作っていくといいですね。恋愛には振り幅が大切なんです。振り幅が大きければ多いほど男性はどんどんマインドシェアも奪われて、より追いかけたくなるんです。そしてその女性を追いかければ追いかけるほど沼れます。結構これは効果的なんですよね。好意が伝わる接し方をしますが、好きなのかどうかわからない、好きなのがわかる時とわからない時がある、付き合っているんだけどたまに自分のことが好きなのか不安になる、このような感じです。このような未完了あるいは不確定要素を作り出すことで男性はその女性にハマっていくということなんです。これは愛のステージまで行くと必要ないことかもしれませんが、では二つ目です。二つ目は従順な部分も作るになります。猫みたいな女性は確かにモテます。猫みたいに気ままな女性は男性に刺さるところがいろいろありますからね。ですから猫みたいなところばかりだと男性は疲れてきたりもします。ですから犬みたいな部分も作るといいわけです。従順な部分です。従順なところって男性からして可愛いですからね。子供みたいな感じがするわけです。愛しい感じがするんですね。先ほどの位置でやった未完了あるいは不確定要素を作り出すっていうのは、まあ、猫の状態です。
それから従順な犬の様子も作り出すわけです。すると振り幅は大きくなります。だから惹かれるんですね。つまりある程度従順な犬の要素も必要なわけです。ただ犬みたいな要素ばかりだと面白みがなくなったりします。要するに恋愛は、白と黒のバランスが大切なんですね。その男性の好みによってバランスの割合を変えていけばいいと思います。では3つ目です。3つ目は逆をつくになります。これは男性もやられますね。逆をつかれますと無防備なところをつくことになりますので、心にダイレクトに刺さりますし、感情を揺さぶられます。例えば仕事ができてサバサバしていて男っぽい性格だと思っていたら、意外と女性らしくて色気があってドキッとしたとか、いつもダボっとしている服を着ていて太っているからそういう服を着ているのかなと思っていたら、実はスタイル抜群だったとか、普段は気が強い印象だった女性がトラブルに巻き込まれた時、そこまで気が強いわけではなくて、なんか守りたくなったとか、大雑把であまり気配りがなさそうなイメージだった女性がめちゃくちゃ気配りができて優しかったとか、チャラいギャルっぽく遊んでそうな女性が実は真面目で誠実で一途だったとか、普段はツンデレのツンなんだけど一瞬デレになったとか、このような逆を突かれて意外な一面を見た時、そしてまだ知らない面を見た時、感情が動かされるわけです。そして男性はもっと知りたいなとなってくるわけです。そうなるとどんどんその女性に入り込んでしまうということですね。それでは4つ目です。4つ目は相手のしてほしいことを提供するになります。相手のニーズを満たせるということですね。要はその男性がその時に欲しい言葉や行動を提供できるということです。嘘でもいいので相手が欲しがっている優しさを与えてあげるということです。特に言葉ですね。例えば〇〇くんと一緒にいると楽しいなとか、男性は一緒にいると楽しいと言われるっていうのが好きですね。嬉しいんですね。男性はデートの計画とか女性に喜んでもらうために準備してますからね。ですから一緒にいて楽しいと言ってもらえるのは自分の頑張りに対する最大の褒め言葉なんです。ですからそんなにもし皆さんが楽しいと思っていなくても、楽しかったと言葉で伝えたら男性は喜びますね。喜んでもらえてよかった、嬉しいなと思うはずです。またもっと一緒にいたいと言われるのも喜びます。女性の好意がストレートに伝わるので嬉しい気持ちになるわけです。この一言を言われたら自分ももっと一緒にいたい、このように思わせることもできるはずです。そういう言葉をさらっと言える女性ってモテますよね。あとは一緒に〇〇に行きたいも嬉しかったりします。じゃあ一緒に行こうとなったりしますね。愛しくなりますからね。また〇〇くんの声を聞くと落ち着く、これもいいですね。電話をしている時など〇〇くんの声を聞くと落ち着くと言われると男性はかなり喜ぶと思います。自分を受け入れられた感じがするからです。最後に〇〇くんと一緒にいて幸せだよと言われると感動します。自分が彼女を幸せにしていることが直でわかりますからね。このように男性がその時に欲しい言葉を提供できる女性って愛されるわけです。そしてそんな自分の心を満たしてくれる女性を男性は追いかけたくなるということです。つまり本心じゃなくても相手のニーズに合わせてそれを満たすことを提供できる女性ってモテるんです。お水の女性なんかこれがうまいですけどね。男性は嘘だと分かっていても嬉しくてそんな女性にハマるということなんです。本当は嘘だと分かっていますが、こういう嘘は刺さるんですね。なぜなら矛盾があり振り幅があるからです。本当は嘘だと分かっていても信じちゃいけないんだけどという制限があって、でも信じたいという願望がありますから。そして人は制限があれば願望や欲求に火がついてしまうんです。いけない恋愛が盛り上がるのもこのためです。要するに嘘だと感づいているからこそ自分を騙してその甘い言葉に惚れたくなって、信じている間はそれに対して酔えるわけです。そのため嘘でも男性を乗せることが言えるお水の女性はモテるんですね。別に嘘じゃなくてもいいですけどね。男性はハマってしまいます、こういう女性には。以上が好きな男性が 99% 追いかけてくる秘訣4選になります。いかがでしょうか。まとめますと、まず1つ目が未完了あるいは不確定の状態を作り出す、そして2つ目が従順な部分も作る、そして3つ目が逆をつく、そして4つ目が相手のしてほしいことを提供する、言葉ですね。好きな男性が 99% 追いかけてくる秘訣4選、ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきますのでぜひご登録ください。ご質問は YouTube、ブログ、メルマガなどでお答えさせていただいております。 LINE をご登録いただけますと、達成心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。